はいどうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、今回はね、またまたキャッチャーでございます。みゆきを無理やり使いに行った感じですね、今回は。せっちゃんとみゆきを無理やり使いに行った感じで、秋葉ちゃんのけちゃいました。はい。これまあ、ストライク送球は諦めての9回の図のささやき戦術って感じで、基本的にみゆきはでも切ろうかなと。どうしようかな、みゆき。みゆきもひじりちゃんも同時進行して、同時進行しようかしまいが迷うんですけど、なぜかっていうとね、前部滝本がいて福井部があるんでね、進むもそんな完走しないかなと思うんですよ、球界の図の。だからもう全部完走した時に、ささやきと球界の図の両方なんか、うまいこと完走した時の海、いいキャッチャーになるっていう感じで、全部切らずにやろうか、どうしようか、悩ましいちょっとデッキでございます。はい。なんでちょっとまあガチデッキではないんですけど、まあけどみゆき使うとね肩骨が来るんで、やっぱりそこはねいいとこかなと思いますね。はい。まあキャッチャーデッキいろいろ迷走してます。まあ正直言って前回のキャッチャーデッキが一番ガチなキャッチャーデッキですね、間違いなく。まあ、あれがガチなんだけれどもっていうところですよね。他もまあいろいろ試してみようっていうのが現状でございます。まあ当時をね あまりのけたくなかったんですけど、まあ後いべこういうボーナス持ちなんで、それをまあしゃあないんでのけたっていう編成ですね。まあコツに関しては全部守備職人以外は取れるかなと考えております。なぜならね、送球はみゆきとひじりちゃんが持ってると、キャッチャーは3人持ってると。で、阿部日は進むと竹本。で、広角パワーヒーは清本と竹本といっぱい持ってるしで、チャンスもいろいろ持ってるしで、まあね、かなりいい、その辺はコツに関してはいい編成。だからもう球界の頭脳と佐々木頭脳が綺麗に取れれば別に問題ない、結果論みたいなところがあります。はい、結局なそうなっちゃうな。まあ、前部ね、ほんと難しいんですよね。滝本のとことか他も考えたりとかしたんですけど、やっぱ筋力2欲しいかなと、キャッチャー作る場合。あ、ささやき1回目いいですね。ささやきが綺麗に起こってくれればみゆきも切らないで済むんだが、いやもうびっくり、最初逃すのは仕方ない。いやー、手抜きはダメよがね、告白前に来るとほんと美味しいですね。お、球界の頭脳も怒った怒った。みゆきの金徳イベを切るか切らないかだな、ほんとに。おっしゃ、もうせっちゃん大丈夫そうですね。ということで、びっくりも多いかな、せっちゃんも良さそうなら。ここは言っときましょう。ウドも監督もいるんで。まあ、バント骨、ほんとひじりちゃん、バント骨なかったらな、キャッチャー作る上でかなりいい選手だったんですけどね。バント骨がちょっといらなかったな。こう体当たり取ったらもう何もあげれないな。でもまあ仕方ない、そういう運命にある。オッケー。まあこれは休みましょう。チュンチュン。うわー、ここは来ましたね。一周早かったらさっき練習できてたのにな。よいしょ。いやね、まあいろいろ勉強とかもろもろでね、忙しいんすわ。ほんとそろそろキャッチャー更新したい。早くキャッチャーを更新してピッチャーばっかり作って、普段のチーム A ランク乗せたいのに、今ねもうここを十何人キャッチャーをゴミ箱にするサクセスをしています。キャッチャーをチャリーンって言わすサクセスをしています。ずっともう飽きたな、飽きたからもう諦めるというか、またの機会にするか。ちょっと違うサクセスしようかな。だからキャッチャー作るときにね、もうなんか無理にね、彼女作らなくていいような気がしてきたんですよね。
変な話も。ただの使ってうまいことならないかな。アトリペももうただのみゆき。キジリとかでいいのかな。そうしようかな。ちょっと早くただのもレベル上げしたいですね。ただのも引いたんで。ちょ、噴射やめて。オッケー。そうですな、これはここですな。やべえ、ひじりちゃんのスペシャルタックが強すぎて、進むのタックでさえもヘボく感じてしまうぐらい、ひじりちゃんはすごい。ひじりちゃんと進むの違いは唯一1点あって、固有ボーナスのが、スペシャルダックボーナスの効果 と、もう一つついてるのが守備骨か技術ボーナスかっていう違いで、進むは守備骨なんで、その分タックはひじりちゃんの方が強いっていうやつです。まあ、どっちも変な話強いですけどね。どっちも強いけど、ひじりちゃんのスペシャルタックはやばい。なんかね、パワープロの用語を昔からなんか個人的に勝手に解釈してるのがいっぱいあって、例えばスペシャルタックなんですよ。スペシャルダックだったら特別な鳥なんですよ。でもまあ昔からスペシャルダックって言ってるから、スペシャルタックって言ってるから、もうどっちかわからなくなってきたレベルだ。どっちかわからなくなって、あとまあ絶不調問題もそうですよね。でまあ個人的にはもう絶不調でいいかなと。絶不調なんですけど、あれも個人的に絶不調なんですよ。個人的パワープロ問題。ここは精神からの次、練習してからのクリスマスですね。うわー、全然ダメだね。ラブパ狙いでいきましょう。いやー、さて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 、いろいろはかどってくれないかな。びっくりとかもあんまり来ないですね。ラブパどんどん狙っていきましょう。うん、来ない。まあラブパ失敗したとしてもね、せっちゃんと一緒に練習するとかなり体力減る量が減るんで、そこでもまあかなりプラスになってるのかなと思います。大強率高えな、相変わらず。まあでも大強になった時に不眠症にならないんだよね、せっちゃんは。そこはありがたいですね。悟りはマジでね、もう悟りはね、大凶と大吉が多いイメージです。大吉だとかなりうまいんですけど、大凶だと不眠症つくっていう。ちょ、これもうどうしたらいらないよ、これ。だって別に変わんないもん。初期評価低くて失敗っていう表記をされてるけど、あんま変わんないから、もうここの1回目成功失敗判定抜けてくれていいわ。あれもおお、渋い。よいしょ。いやー、それにしてもね、季節的にそろそろ27時間テレビの季節になりましたけども、ね、27時間テレビだけはね、何があっても見ないと気が済まないんですよ。特にあの深夜のね、中居君とさんまさんのあれね、あれだけ本当見ないと気が済まないんですよ、巨人ファンとして。わかりますかね、これも野球の話に結局つなげたかったんですけど、あの部屋あるじゃないですか。あの部屋がね、あの中居とさんまの部屋ですよ。あの部屋がね、本当に巨人ファンとしてはね、こう心揺すぐられる。あの腹のポスターとかね、やばいくないですか、あれ。個人的にめっちゃ好きなんですよね、あの番組。あと生はやっぱいいですよね、生はいい。はい、生いっちょう。はい、男です。ちょっとびっくりが少ないよ。うわー、二人タックだけど、ヘボいな。この二人タックヘボいですね。東条をずっと使ってたんで、東条の固有ボーナスあると絶対120ぐらいいくんですけど、二人タックでも。たった二人タックでも78だよ。44プラスして、60いくら。まあ、こっちの方が経験点的に美味しいんで、こっち行きますけどね、びっくりしてて。二人タックでも、やっぱ固有ボーナスのない二人タックは最近ヘボいと思うレベルになってきた。まあ、それだけいいキャラ引いてるのか、実は。もうなんか最近固有ボーナス持ちじゃないと嫌みたいな発想になってきちゃったんですよね。かなり贅沢。ああ、これちょっと今の
デートでよかったか、なんなら。今の選択肢が難しかったな。合宿前、難しかったな今のは。まさかの精神練習で。ちょ、ここ2週間ミスったな練習を。デートからのスペシャルタックでよかったな、さっきは。うわー、ちょ頼む。合宿で2人タック、守備の3人タックやらせてくれ。3人タックか。ダックは鳥だよ、ダックは鳥だよ。また言われちゃう。まあ、個人的にそう思ってるからいい、別にいいまである。おらー、やっぱ秋葉とかのその技術ボーナス運動も今回そこまでないし、あれだな、そのみゆきがね、なんとかボーナスっていうのがないんで。よし、これでけど意外にこうデートを消費せずにここまで来れたんで、もうここからデートどんどんやっていけるんで、そこはいいかなと思いますね。デート何回やった？これ3回目か2回目か、3回目かも。あと2回、あとラブパが 1,2 回来てくれるとありがたいですね。ここでラブパを召喚していこう。でラブパがない場合はウド行くか監督行くかなんですけど、監督行こうかな。そう、今筋力のね、あの得意練習アップもあったんで、得意練習アップというか練習レベルアップまであったんで、はい。これさすがに切りますわ。てかダメですね、イベントが結局いろいろ進んでない。結局なそうなっちゃうな。みゆきのイベント切る切らないの前に1回目が起こってないにもかかわらず、ささやき戦術も来てないし、ほらこの辺のことも全然来てないや。これやばいパターンだな。ふん、招き猫使うか。そろそろ招き猫使ったサクセスやるか。結局守備をいつも狙ってるんですけど、3分の1の確率なんでつかないんですよね。ってことはもう狙うのやめようかな。で今スタメン入ってましたっけ。一回監督評価狙いに行ってからスタメンに入ってほしいなっていう気持ちあったんですけど、入ってるな。いやー、弾道2のパワー50でホームランは厳しいな。かなり引っ張らないと厳しいですね。あー、やっぱ無理か。センター方向に持っていったのでは無理ですね。無理ですね。はい、男です。だったら引っ張れよっていう話。何回同じ打球を打ってるんだ僕は。まあ、あえてホームランなしで経験点マックスを狙っていくスタイルで。こいつのハイスラ V スラはやばい。シュートはヘボい。どうだ、広角ついてるけど。うわ、やっぱ弾道には本当につらいものがあるな。やばい、全打席ワンベースワン打点、いわゆる一つのですね。OKOK。 お、水木 R が落ちた。そうですね、どっちにしようかな。清本もいるから、でも技術余るからな。確
確実なバッティングを身につけたいにしよう今回は。なんで滝本が乾燥するんだよ。別に一番乾燥しなくてよかったやつだったよ。いやー、球界の頭脳もささやき戦術も一切怒らず、ちょっとここ最近のこのあれやばいっすね。ここ最近のこのサクセスでのイベントが来ない感じ、特に星デッキ使った時の。あーけどこの2人タックは美味しい。やっぱ進むとひじりのタックはやべえよ。2人タックはまたダックかタックか忘れちゃったよ。もうどっちでもいい、もうどっちでもいいじゃん。大体伝わるからどっちでもいいですね。はい、もうさすがにこんなん切るしかないじゃないですか。だってささやきが全然起こってないんで。で9回はこれ2回目来たんで、あと1回でいけるとして、ささやきが全然来てないんで、もう嫌だな、嫌だよ、嫌だ嫌だ。もう嫌だよ、嫌だ嫌だ。あ、ちょ、パワーヒのことも来ないし、そして。とりあえずデート完走ですね。そして1球入魂も来ないと。おー、9回の頭脳は完走。けど、ささやきが完走しないから結局ダメ。結局な、そうなっちゃうな。いやー、最近本当にイベント完走しないな。だってそれなりにちゃんと対策を打ってきてるのに。だってまあさすがにさ、前4後2とかでやってて、なんでこれが完走しねえんだよ前のイベントがよっていうのは違うと思うんですよ。ちゃんとね、前3後3とかにしてさ、イベント切るとかやってるのにさ、サクセスの神様が微笑まないよね。サクッと、あ、やばい、パワーヒのコツが1回も来てないってやばいな。このデッキで、このデッキで、あ、1回来てるわ、なんでもなかった。はい、一球入魂も来ないしよ。おい、ほんとに。で守備コツも欲しいから、阿部ひも取っちゃって、アンダー製造機も取っちゃう。もいいまで上げとこう。いい肩してるわ、いいだけに。これはあの言葉を使わざるを得ない。渋い。もうアキネーターの実況やろう。アキネーターあれすごいよ、あのゲーム。いや、アキネーターね、本当にね、あれ有料アプリなんですけどね、ちなみに。ステマでもなんでもないです。あれはすごい。普通にお金払って取って、楽しんでる、今。ちょっと。あ、実況しよう。本当にこのサクセス取り終わったら実況しよう。実況、アキネーター。いや、あれなんであんなわかるんだろう、あいつ。天才すぎるでしょ、アキネーターって。なんか狂気を感じますよね。あんなアプリ作れるんだったら、なんかもう人間のなんか考えなんて全て見抜かされる気がする。まああれでしょ、あれってさ、メンタリストの DAIGO さんがやってるメンタリズムみたいなもんじゃない、結構思うに。あれすげえよ、あれ面白いっす本当に。もう積極打法取ってるし。あ、もうこれすっと諦めるボタンを押そうかな、ここで。はーいって言って、それさすがに今までのサクセスでやったことないんですよね。ここで終わりにしますって、イベントが完走しないんでここで終わりですって。さすがになんかダメかな、どうなんだろう、それやってもいいのかな。いや別に、いや別に YouTube なんてね、個人のね好きなようにやればいいんで何やってもいいんですけど、どうなんだろうそれは。
ダメだなこのデッキ。ダメだなというか、まあそうなんですよね。ひじりさんの佐々木戦術が重いなんてことはね、周知の事実なんですよ。なんでそんなね、毎回毎回完走するわけがないんですよ。まずこれカーブでしょ。うわ、分かったのにちょっと早かった。第2球投げた、アウトロー際どい球、ボール。ここはよく選びました。カウントワンボールワンストライク。フォークだから。うわ、それは卑怯、それは卑怯、魔球すぎる。それはそれは魔球すぎる。さすがにチェンジアップみたいなもんだ今のは。第9これスライダーでしょ。おい、もう木場くんの配球パターンなんて全球読めてる。投げました、ストレート爆速。うわ、入らなかった。パワー D50 のあざがここに来て回ってきたか。これはストレートだな。あー、スライダーか。マックスじゃなかった点数。あのフォークにやられたわこれ。あの魔球チェンジアップにやられたわ。キャッチャーフライなんてなかなか打てないですよね今思うと。あれすごい、逆にキャッチャーフライ打ったから。これってやる気2段階上がったっけ、次甲子園行くときに。いやいや、ここ一番の男もそれ1回目かい。後イベ何も起こってない。後イベ起こらなすぎでしょ。じゃあだって別にロードワークもそんな一緒に行ってないし、せっちゃんと。しかもやる気上がらないんかい。もろもろひどいな。やる気上げに行ってもいいんですけどね。もうやる気上げに行こう。もうなんかバッティング練習、もう結局バッティング練習になります、ここからは。はい、ただのバッティング練習をやっていきます。イベントが完走しないんで。お待たせいたしました。まああれですね、バス戦で100円入れたと思えばいいんだ。5番。第9投げました、バッターの足元、ボール。第2球投げた、センターへ大きな当たり。あ、フォア D50 って本当に入らないんだな。結構しっかり打たないと。5番。第9投げた。それにしても東条1枚のけただけでこんなに筋力が稼げなくなるのかと思いましたね、正直。結構パワー B は SR 筋力2枚入れて安定させて取って、かつそれにアーティストつくぐらいの余裕はあったのに。工場偉大ですね。まああとね、東条の代わりに滝本入れてるような編成なので、味方によっては、まあ、体当たり取らないといけないんでね、その分筋力使ってるっていうのもあるんですけどね。ちょ、また渋いサクセスしちゃった。グッと自分の打席のみプレイ。いやー、もうなんかわかんないんですけど、なんかそれなりの選手というか、もともと目指していたというかに近づけていきます。はい、どうも、アキです。もともと目指していた選手に近づけていきます。今回は査定とかあんまり気にしてないです。はい、どうも、アキです。サクセスやっていきます。はい、どうも、アキです。サクセスやっていきます。このね、あ、またこのあれだ、落ちる変化球だけちょっとだけずれるっていうやつだ、真ん中から。初めの言葉とやっぱ締めの言葉って大切だと思うんですよ。で、まあ締めの言葉はね、嬉しいことにアディオスがあるんで困ることはないんですけど、初めね、はい、どうも、アキですってなんか普通じゃないですか。で、なんかサクセス、はい、どうも、アキです。サクセスやっていきますまでを一連の流れにしてたんですけど、なんか最近サクセスやっていきますをどうやって言ってたか忘れちゃって、
あれどういう感じでサクセスやっていきますって言ってたっけと思って、過去の動画を見返すまで迷走してたんですよ。サクセスやっていきます、サクセスやっていきます、あれどっちだったっけみたいな。サクセスやっていきます、これはさすがにふざけすぎ。サクセスやっていきます、ん、今のははっきりしてすぎとか、なんかないかな面白い言い方。最初の初めの投げました、はいどうも、ハキです。サクセスやっていきます。ハキハキした方がいいんですかね、最初なんで。はいどうも、なんかパチパチパチとか入れようか。あ、そういえばそうなんですよ。最近そういうね、編集ができるようになったんですよ、ちなみに。ちょっとね、パソコンの編集というか動画の編集ができるようになったんですよ、ちなみに。ちょ勉強しまして。でも、勉強して結果思ったことは、あれ ?Y の動画に編集はいらん。ちょっとね、今後ね、結構ね、編集必要とされる場面が出てくるんで、実を言うとどうしても編集しないといけないっていうね場面もあるんですけど、普通のこのサクセスの動画に関しては別に編集する必要がないんで、ないんで、ないもんで、まあ、編集なしでいこうと思ってるんですけど、現状まだ精神足らねー。まあそんな感じですね。うん。チャンス。逆境。あたりはマックスで取らないとやっぱしんどいか。おいしょあ、ミスった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 、完全に負けた。今のは速さに完全に負けた。内角打つの相変わらず下手だな、もっと練習しないと。第9投げた、初球外れてもバッターよく見ました。第2球投げた、あ、今のボール球だ。目黒最後ホームランで締めよう。第9ホームラン打ってアディオスで攻めよう、締めよう。うわーうわー、フォークだけやめて、マジフォークは打てない。マジストンとストライクゾーンからストライクゾーンに落ちるフォークだけは打てない。アディオス、ナイキアディタスプーマー、まあ負けたんですけれども、ドグマラやろ。田中山のレベルはさっさと上げよう。ドグマラやろ。4900ってめっちゃ少ないな。5000超えてないのはひどい。まあ、せっかくみゆきくん連れてきたんで肩 A にしとこう。でもうあとは自由に取れってやつですね。また変な選手作っちゃったな。はい、ということでもうイベントが完走しなかったということですね。いや、やっぱあのデッキが一番いいのかな。ささやき頭脳、彼女なしで作るデッキが一番いいのかな、結局。ちょっと難しいところなんですけど、まあ今後も精進していきますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。もうただのね、レベル上げしたら、また彼女なしキャッチャー編成動画撮るんで、その時にまたお会いしましょうという感じですね。はい、ということで、この後は概要欄の再生リストから他の動画をお楽しみください。いやー、ちょっと本当に、いろいろやられた精神が ここ何回かの保守デッキでイベントが完走しなさすぎてちょっと心が折れそうなんですけど、まあ この後アキネーターの実況でもして楽しみたいと思います。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。アディオス。